お疲れ様です。今日はですね、こちら新鋭大ライフやっていきますが、なんとね、はい、このババ小屋を使っていきます。はい、元はなんか最近だったというか、まあ、ずっとゴブリンの檻で使われてるデッキではあるんですけど、このババ小屋でね、上がってるプレイヤーがいたんですよね。しかもババ小屋ってクラロアの今の何枚だっけ、クラロアって109枚ぐらいあるんですよね。全種類100何枚あるんですけど、もう一番使われないカードです。はい、最も弱いカードです、全カードのうちね。まあ、で斎藤とかだとなんかね、もう使用率低すぎて本当にもう 0.000 ナンパーだから、もう 0% って表記されてるんですよね。本当にそんぐらい使われないカードではあるんですけど、たまたまエリジャイにはちょっといいんじゃないっていう話ですよね。まあ、今ね、ゴブジャイスパーキーがやっぱ多くて、そこにちょっとババ小屋がいいのかな、どうなんだろう。全然スパーキーのね、餌になりそうだしみたいな。ボムタワーにもね、これ6コス使って4コスで回収されますから、渋くねって話もあるんですけど、なぜかババコがちょっと勝ってる理由がわからないな。まあちょっと頑張りますか。ファルチェボムね、いやね、それはまあファルチェの逆ですよね。でまあボムも回んない。熱いが、これはね、許容からのエリジェに見えますね。なのでこれはもう攻めます。はい、ここで11交換どころじゃなくキングもらいに行きます。相手が無視してきたんでね、まずは守ってくれよの攻めて、結構削ってくれるんじゃないんですか。これホバリングが気持ちよくなれない。これやばい、斜め147あるわ。熱い。さあ、守れないなら攻めてしまえばいい理論ですね。あれ、いいんとちゃいますか。そういや、キングね、新鋭大ライフでって意外となりますけど、ホバリングがね残ってしまうと可能性は無限大ですから。ババがこんにちは、ババにはババを重ねてあげようじゃないの。いいね、ホバリングね、多分一番重要かもしれないね。まあ、ババコとかこれだってもう何でもいいもんな、正直。さあ、まずセパって、これあーはー、いやこれさ、どう、逆になんか5使って止まんないとかない、これどうですか、からの5コスライフとか、え止まんなさすぎるやろ。で左は落ちるんで、右を攻めてあげて、ザッピいいよ、これ樽でもうタゲ変えちゃって、あー、守れないんですけど、相手も守れないのよ。支援努力ってこんな強かったっけ。いやー、あれね、まあ、柳、まあ、打つか、まあ、守れるか、ワンチャン。すげえぞ、早くね、相手のタワー落ちんの。いや、めっちゃ絶妙に耐えるぞ。うっ、でかい。しかもここにファイブ使ってくれるのガチでかい。アドモト、エリクサーのね、アドモ取られてない、ダメージリードだけ取ってる。でも、まあ、これもうないんでなかったんで豚で。さあ、なんだこのレイジ、シバレイジが来るよと。よしよしよし、いや強いぞマジ今回の相手はね、ゴブジャイスパーキーだね。ちなみに新鋭隊はね、スパーキーにもともと強いんだね。あー嫌だねそういうので。俺ファイブないから、ババがねちょっと嫌なんですけど、あら、ヤマハメ強いこと。ガゴ使った。マザネクしかいないんじゃない？こんにちは。これ、ホバリングオッパッピータイム完成。諦めましたかね。あれ、こんな簡単に勝てるもんなの？いいね。いや、ババ小屋がちょっといいのかな？わかんねえな。ババ小屋がいいのか？それはさすがに嘘か。まあ、もしかしたら、まあ、ババ小屋、
のババをね、しばきたくて、結構相手も呪文使ってくれるとか、コストを使ってくれるのかな。檻だとまた変わってる。試合展開も違う気もするが、わかりません。一旦ババ小屋置いて考えよう。はい。さあ、で、ナイトやりゴルブウォールブレイカーなんで、マジアチャウォールブレイカーですね。まあ、マジアチャだるいね、俺視点。マジアチャもだるいし、マジアチャだけじゃなく、何ボムタワーも厄介ですね。まあ、これもなんかホバリングゲーですよね。まあもう俺ホバー行くしかないですよね。何もできないですか。ボムが強いのよ。これボム回るっけ。お、回んない。でかい。まあでもキング起動ですね、トルネで。いやー、いいトルネだ。さあ、ダメージは意外と入ってんですよね。実はオールブレイカーこんなんいいか。さあ、ババコだこれ。どうしよう、まあ、置いとくだけ置いとく。久々に見るババコを使う。小屋系がやっぱいないんでね。オーブンもいないし、ゴブ小屋もいないからな、今の環境。いやー、ホバ強いんだけどなー。結局マジアチャ強すぎてみたいな。これもうマジアチャの逆にホバを添えるだけっすね。もう結局それしか。あとはもう親衛隊頑張ってくれ。まあこっからの削りがね、まあファイボじゃないんで激ムズじゃないですか。その通り激ムズなんですけど、まあいやー全然頑張れるなー。ババコヤ3体。いやマジで頑張れてる。新エタしかも次走れるしね。いや、でかい。でかい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 。え？なんか豚さ、結構ダメージあるよね。新エタイムあります。いや、もう逆にこれ毎回ホバやって、遅れてる泳ぎやってるだけなんだよね。これが強い。で、これホバを延命する。いやでもあれ強えな。ナイトバリ方。でもうタイブレイクなんで矢の雨で削っていきます。でホバでプレッシャーもかけると。カツーンの音が気持ちいいな、このゲーム。で、タルエレスピで守れるんですよね、ウォールブレイカーは。いや、でかいね。親衛隊が強いのか、単純に。限界突
派親衛隊が暴走してやがる。今までのなんか親衛隊よりもパワーを感じます。まあ、もしかしたらババコヤのおかげもなんか分かりにくいけどあんのかもしれない。もしかしたら分かんないな。ババコヤのおかげ、絶対親衛隊のあれですよね、限界突破のおかげの方があるとは思うけど。さあ暇だし、まずはザッピーセパからいきますか。おお、まあ基本的な立ち回りはね、もう何ババコヤ置いてザッピーセパの親衛隊でガッチャン理想ですね。小屋ザッピーガッチャン、これ嫌だなマジ。あーマジでなんだこれ、俺がファイブねえ時に限ってよ。あマジで、あーもうチンパンや、おめでとう、おめでとう。やばいこれ、なんか終わりそう俺のスペ、やばいやばい、いやーギリ耐えた。よろしくって挨拶な、対戦始まった時に言うんやで。自分がリードして勝ち確になってからよろしくって言うとね、ちょっとなんかいいように見られないんだけど。君1600、守ります、守ります。いやしかも一応次これ限界突破親衛隊なんで、まあ、全然あります。はい、ラボガで止まんなかったな、全然あります。流行りのゴブジェイね。いやババカこれ餌だよな、金魚の餌やりやんけ。さあ食われていく。いやマジで、いやどう考えてもババカお前足引っ張ってんだよな。いや足引っ張ってとか言うと良くないんだよね。でファイボでもないので、うわババ強っ、お前ババ強い。ちょっと待って、俺のババはなんか俺のババが弱いみたいになるやん。一本は折れた、一本は折れたけど、んねがキング、いや待ってやばい、なんもない、なんもないです、ごめんなさい。あーいえ今入る入る、あー出たー、お前それ俺もあるのよ別に。はい、スパーキーね。まあどうだろうね、ババコヤを出さない方がいいのかもね。もしかしたら最近のスパーキーだとマザネクとかもいるからな。でも結局親衛隊から入っても全部豚になっちゃうんで正解がない。ババコヤをゴブリンの檻にした方が正解か。勝ち筋はなんかありそうだけど、おおポイズン、チェーンスケラね、チェーンスケラか、まあまあまあ全然全然可能性はあるよね。まあ親衛隊まず出してセパレートからの、まあ、重要なのはホバリングですよね。スキキンじゃなくてよかったナイトで、これでもさホバめっちゃ生きるんだよな、この流れポイズン使ったし。いやな墓石強え、いやーないと回転早え。これもしかして延命できちゃう、いや硬硬すぎないですか。これヤンキーしていいですか。いやマジでこのダメージが重要な気がした。いや攻めたりしてもよかったな。いやでもでかい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 、相手にちょうどね墓石がないタイミング、今のよかったかもね。スケラは、まあ、エレスピとヤマメで頑張って耐えよう。ポイズン打ってくるんですね、ここには徹底と。
いや、ナイトがぶっ壊れ、いや意外とこのスケラーだけでもしんどいね。まあゆっくりいくか。このポイズン削り強いな。相手多分ね、守ろうと思えば守れるんですよね、俺のこの攻めを本気で。だからめっちゃ攻めてくる、てかポイズン削りしてくる。簡単に守れるよってことだよね。ババコヤー弱い。いやでもこのままいけば矢の雨削りでマジである。オープン貼られるかな。いやこれ攻めやなのもある。マジで耐えればあるよ。あとは運、うわ待って運で入りすぎ、やばい、やめて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 ー、あぶねーあぶねー。マジでちょっと運悪かったら負けてます。今日は運がいいです。あぶねー、マジでなんか勝った。ババコヤ弱えな。ババコヤなのかそこだけだいぶ謎なんですけどね。さあディガー、これいっちゃいますか、暇だし。ファイボーだったらどんまい。お、アゴ、お、三種だ、矢の雨強っ。枯渇三重子やん。ナッツ、なんかナイト型がいたけど、あれだ、アイゴレだ、ちゃんと元祖デッキですね。まあ三子これちょっと渋いか、俺あれがねえわ。あれですよ、エリポン壊せない。あ、三重子も無理。あ、ごめん、なんでや。まあでも一本は取れると。いやーこれさ、三重子止めれるかな、この後の。もう鬼強要してくんだ。うわ今樽転がしてもよかったな、ワンチャン。あ、でも親衛隊あります。熱くねこれ。新兵隊4体で頑張れ。 LSP も手助け。よし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 、うつ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 う、ホキホキ。エリポンのアド、まあ一旦は耐えていく。これキングだな。いや、やなみ打つか、まあ、もったいないがまあええでしょ。でまあガガムレも来る。うん、ガガムレは来ない。左固めちゃおう。なぜかというと
ババコアで右の三重子出てくるの遅いんですよ。で、これで矢の雨も回る。で、来たところを咲く。うえ、美しいね。やたる LSP が便利なもんで、 LSP がね、これで、この間で攻め、矢の雨も回したい。よし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 、ババガヤ、ババガヤ頑張ってますよ。ゴブリンノリでも変わらないよと。親衛隊が強すぎて意外とババコアでもね、そんな気にならないぐらいのやっぱデッキの完成度してますね、親衛隊ロイク。さあ孫悟空的な何使ってたかな、この人よくいる気がすんな。天空の城ゴースト、あーゴースト久々になんかいるっすけどね、多いですけど最近だとちょっと少なめ。ペッカですか、もうペッカじゃないですか。まずはファイヤーボールとこれで確認して、だいぶ打ってこないんだ。あー、いやババがちょっと良さそうじゃね、ペッコーじゃねこれ。しかも親衛隊も熱いな、どう考えても親衛隊の方が熱いか。工場来るかな、入る前に止めたい、熱い、入る前に止めれるとここでガイン強いな。でもあれペッカさ、あれこんな強かったっけ。いいねザッピー、逆左右の基礎マジで。この辺で連れてこれるかな。まあ、ダメージはまあ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 と言うのやだな、ちょっと待って、え、あそっ、もういらないんで言うのとか、ナイトでペッカ工場のナイトだ、そっか言うのも解雇されたんだ。めっちゃ強いのに言うの、めっちゃ強いのにそれ以上にナイトがついてどういうことや。おい、まあまあまあこれでね、一旦安心安全に。いやー美味しいなーこれ。まあ問題はマジックアーチャーないんだね。でもうちの支援隊走れるから、マジアーチャー襲ってきていいよ。え、ってこれさ、ガチぶっぱで終わらん？ファイブ使ったよな。いけ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 、マジで。全ぶっぱ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 。で、右もこれね、ちょっと入るんですよね。いやーいいファイボやん。いや右の方が入るやんってやつやん。いやマジでさ、マジやっちゃうやばい、仕留めたい。いやでかホバー、よくやった、お前は優秀だ。いやホバー入る、ババグヤちょっといいぞ、ババグヤマジちょっといいぞ。いやこれファイブを使わせよう、ファイブを使わせるとこの後のねボイが楽になるんですよね。はい、まずは使わせると。でこれは使った後で矢の雨とか使うんじゃなくて、あー、まあこれはやたらでしばくか、さすがに。よしよし、深淵隊もあります、延命したいよー。ガンムシセパロイフがあります、親衛隊が走ってマジアチを勝手にやってくれます。え、勝った、強すぎて、右がヤバすぎるだろあれ。いや親衛隊これ限界突破だいぶ強いよね。なんかナイトがまあぶっ壊れなんで、超ぶっ壊れなんで浮いてますけど、親衛隊も壊れてますよ。さ
さあ、というわけで、さすがにベッカにはね、相性が良かったかな。こちら、ババコヤのね、シエンテラフグ。まあ、檻でもいいと思います。ゴブリンの檻。あとは、ファイボタルババでもいいと思いますが、一応これがね、世界上位いたので、この方もね、まあ、ぜひ、ババコヤね、やってみてください。よければちゃんと動画もしてた。お疲れ様でした。またね。